ジェリーザペースメーカーズはイギリスのロックバンド。主に1960年代前半に活動したバンドで、いわゆるマージービートに属する。1963年のデビューシングル、恋のテクニックから3作連続で全英チャート1位を獲得するなど、高い人気を獲得。そのデビュー曲決定の経緯やプロデューサーが、ジョージ・マーティン、マネージャーが、 ブライアン・エプスタインといった状況から、しばしば、ビートルズとの関連で、名前が上がることがある。また、3作目のシングル、You'll Never Walk Alone では、イングランド母国の代表的スポーツであるサッカーとも、関係が深い。ジェリー・マースデンを中心に、ジェリーの兄のフレディ・マースデンや、レスチャド・ウィックラが加わり、1959年に、ジェリー・マースデンザ・マーズ・バーズとして、 バンドを結成。後に、ジェリーザ・ペースメーカーズと解消した。地元のリバプールを拠点として、バンド活動を行う。ザ・ビートルズやザ・サーチャーズ、ロリー・ストームザ・ハリケーンズ等と同時期にキャバーンクラブでのギグや西ドイツのハンブルクの、クラブで実力を磨き、人気を二分していた。 ビートルズに続いて、ブライアン・エイプスタインとマネージメント契約を交わし、さらに EMI レコード参加のコロンビアと、レコード契約。プロデューサーも、ジョージ・マーティンが担当した。ジェリーザ・ペースメーカーズ1963年3月、ビートルズのメンバーがリリースを拒んだ。恋のテクニックがマーティンによって、ペースメーカーズに渡され、デビューシングルとしてリリース。 同年4月11日付から3週連続で全英チャート1位となる。その後5月にビートルズの From Me to You に抜かれるが6月に2作目シングル I Like It で From Me to You を抜いて再び1位に上がるなどヒットチャートで競い合う状態が続いた。3作目のシングルで元々はミュージカル 回転木馬のための曲だった、You'll Never Walk Alon も10月31日付から4週連続で1位を獲得。この曲が地元のサッカークラブ、リバプール FC の愛称歌となり、そこから世界中のサッカーファンに知られるようになった。1964年には、ブリティッシュインベージョンの一環として、デビュー曲の恋のテクニックがアメリカで再発売され、 ビルボードのシングルチャートで9位まで上昇した。しかし、同年最初のシングル、I イ m イムザワ n が、前衛チャート2位に止まったことを境に、バンドとしての勢いは弱まり、1966年10月に、グループは解散した。3枚目のシングル、You'll Never Walk Alone は、リバプール FC の愛称家として知られる。1960年代当時、 ホームスタジアムのアンフィールドでハーフタイム中にこの曲を流したところ好評を白紙リクエストが殺到しこのことがきっかけとなりゴール裏のサポーターたちに歌い継がれるようになったジェリーは1985年に結成されたザ・クラウドというグループでリードボーカルを担当しユール・ネバー・ウォーク・アロンを発表同年5月に発生した ブラッドフォードのスタジアムでの火災事故の被災者への見舞い金に当てた。1989年にシェフィールドのヒルズボロスタジアムで発生した群衆事故の際には被災者支援のためにマージー川のフェリーボートを再レコーディングして発表し、UK チャートで3週連続1位を獲得した。サウンドトラックには他のアーティストが含まれる。アメリカ合衆国では ローリーレコードの下でイギリスでは未発表の複数のアルバムと2枚のシングルを制作した。こうしたことはビートルズやデイブ・クラーク5も同様に行っていた。最盛期には多くのシングルやアルバムがビルボードホット100やビルボード200にチャート入りをした。ありがとうございます。